はい、ということでどうもこんにちは、きなです。今日はですね、ついにウルトラのね、スーパーベジットが登場確定したということで、いつもね、合体戦士を、愛されている僕がですね、ガッツ氏と、合体戦士についてね、めちゃめちゃ語っていこうっていうような動画になります。はい、やっぱりベジットっていうとね、めちゃめちゃ合体戦士のイメージあると思いますし、まあ一番使われていくパーティーの形式になってくるんじゃないかなと思いますので、もう合体いろんなね、編成考えられそうなんで、そちら紹介していこうかなというふうに思います。はい、最後までご付き合いよろしくお願いいたします。はい、で、まあね、早速喋っていこうと思うんですけれども、もちろんね、僕合体戦士の新キャラずっと待っていて、ベジットが一番好きなキャラクターなんで、ガチャとにかく引きまくろうと思います。本当に高突目指してね、頑張っていこうと思いますので、よかったらね、チャンネル登録、グッドボタン押していってもらえると本当にありがたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで行きましょう。まあ合体戦士いろんな方が思いつくんですけれども、まあとりあえず今乗っけているこの6体がまあ、スタンダードな全色入れた合体戦士になってくるかなと思いますね。リーダー枠をうまいこと活かして、こちらの赤枠に身勝手の極意極みを入れてあげて、で、ベジットが黄色枠を、まあ、黄色枠になってくれるということが分かったんで、こんな感じで全色バリバリ強い合体戦士パーティーが組めるんじゃないかということで、ポイントがですね、まあ、こちら身勝手がですね、最悪選出しない場合でも6凸からですね、サイヤ人の Z アビリティ持っているので、まあ全然赤通らない編成だったら出さなくてもいいよっていうところが結構良かったりしますね。あとはウルゴジと新しいウルトラベジット、まだ呼び方をあんまり決めてないんですけれども、ウルベジって言われるようになるんですかね。はい、この2体がですね、ウルトラアビリティ合体戦士の力の共鳴なんで、まあこんな感じでうまいこと結構高い5体入れてね、編成できてるよっていうような感じで、リーダーにしなくてもウルトラアビリティの、かかりがいいという感じでございます。はい、めちゃめちゃ強いんじゃないかな。はい、本当に全色全然選出できるキャラクターになったし、うん、まあ一番対応力としては高い編成になってくるんじゃないかなと思いますね。うん、赤枠の合体が出てこなかったということで、ちょっとさすがにね、合体の今の赤枠っていうと結構きついもんがあるんですよね。崩壊はまあ Z アビリティ持ってないし、赤ゴジも最近きついなっていう風に思ってきているんで、まあ赤枠は身勝手でいいんじゃないかなと思いますね。で、赤を入れる必要性なんですけれども、僕はすごいね、ウルトラ海洋圏ウルカイにですね、苦手意識持ってるんで、絶対赤枠は入れたい派の人間なんですよね。はい、そんな感じで、身勝手はね、流し性能も高いですし、選出率も、非常にまあ強いキャラクターなんで高いかなと思ったんで、これ結構硬い編成になってくるかなと思いました。ただですね、まあ今の環境的とかに見てどうだろう、緑の枠とかは正直あんまり使わない可能性があるんですよね。うん、まあ特別 Z アビリティもですね、めちゃめちゃ高い捨て上げっていうわけでもないので、まあ緑最悪なくてもいいんじゃないかなっていうところで考えたのが、こちらの編成ですね。はい、まあ見てもらったらわかるんですけれども、身勝手そのままリーダーで、編成しつつ、ガッツしたね、緑抜いて全開アビリティ寄せにしたっていう感じですね。これは基本的にこの上の、青黄赤の選出にして、でウルトラアビリティもできるだけ無駄なくつけたいというわけで、こちらのね、青ゴジータをアビリティ枠にして、でベジータがね結構面白くて、こちらねアビリティがすごい噛み合いいんですよ。スーパーサイヤ人の、ステータス上げプラス全開アビリティがね、サイヤ人の黄色上げなんですよね。なんで Z アビリティと、全開アビリティ無駄なく、全員に振ることができますね。まあリーダーは Z アビリティかからないけど、まあ基本出すって考えたら、めちゃめちゃかかりいいんで、これは結構相性いいんじゃないかなって思いました。でベジットはですね、スーパーサイヤ人の状態なんで、全開アビリティプラス Z アビリティも乗るというわけで、非常に噛み合いいいんじゃないかなと思って、だからまあここら辺のスーパーベジータとか青ゴジとかの、株はアビリティ要因として非常に上がったんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、でまあ一応紫も、選出できますよみたいな感じプラス、ガッツしたね体力上げ貫突からつけてくれるんで、めちゃめちゃ、強いよっていう感じですね。うん、まあスーパーベジータの枠はですね、体力上げの、こういったゴテンクスとか、あとはまあ普通にコーステ上げのベジットとか入れてあげるっていうのもめちゃめちゃ
ありだと思いましたね。うん、そんな感じで、まあ普通にね、青の強いキャラクターもっとウルゴシ以外にもゴロゴロ出てきたら、まあこのゴジータ4を編成してやるっていうのも全然ありだと思うし、これから何ですかね、復活のキャラクターとかもっともっと増えてきたら緑を入れてくる価値も高くなってくるんじゃないかなと思います。ただ今の環境的に見て僕は正直そんなに緑いらないかなって思っちゃったんで、この編成が結構硬いかなっていう風には思いましたね。はい、もうとにかく合体について語りまくるんで、はい、そこは許してほしいなと思います。で問題はですね、身勝手を、引いてこなかった、それで、3段まで来たっていう人はですね、まあ正直赤枠ちょっと欲しいなっていう風に思っちゃいますね、僕は。なんで、まあ赤ゴジも弱いことはないですし、崩壊も全然ありだとは思います。なんで、まあリーダー枠とかうまいこと活かして、ここら辺の、純合体のキャラクターたちを入れてやるっていうのが結構おすすめかなっていう風に思っています。ただまあ理想としてやっぱり身勝手がね、赤のサイヤとしてめちゃめちゃ強いんで、まあリーダーの機能もうまいこと活かしてやるといいんじゃないかなって思うんで、まあなんでしょう、ウルトラっていうことがね確定したんで、 LL マルチ余っていて、まあある程度貧突の身勝手がいるよっていう人は、まあ LL マルチとか振ってやって育ててあげるっていうのは全然ありだと思いますね。ガチで身勝手の評価はこれでまた上がったんじゃないかなっていう風に結構思っていたりしますね。はい、そんな感じです。で、赤のサイヤーについてなんですけれども、なんか別のキャラクターいたっけ。最近で言うと、まあ一応ユニフラ追加されたサルベージとか入れてやっても、まあ全然いいかなっていう風には思いますね。まあ突入ももちろん寄ってきますが、はい、いろいろ考えてみたらいいかなと思います。あとはまあ僕がね、前々期ぐらいに使ってたこちらの78合体みたいな方で使ってやっても無難に強いんじゃないかなっていう風には思っております。そんな感じで、まあウルカイとか結構苦手意識高い方はやっぱり赤をね、リーダー枠活かしてつけてあげるっていうのがいいんじゃないかなと思います。はい、めちゃめちゃ楽しいわ、本当に。もう編成考えてる時点でクソ楽しみですね。はい、で続いてなんですけれども、結構ね、こちらも注目されてるんじゃないかなっていうのが、あれどこ行ったっけ、あ、スパサですね。はい、合体型のスパサが結構流行ってくるんじゃないかなって思っていまして、ね、やばいです本当に。めちゃめちゃ強いキャラクターが増えすぎて、本当にエグいなっていう風に思ってるんですけれども、まあ、こんな感じになってくるんかな。うん、リーダーをバーダックにしてやって、あとはまあ合体染めみたいな感じで、スパサ編成組んでやるっていう、うん、もう本当にやばいですね。やばいしか言ってないんだけれども、青葉だとね、ウルゴジはもちろん、いつも通り強い2枚なんですけれども、ベジットがね黄色で来てくれたっていうことで、青と色相性がめちゃめちゃいいんですよね。はい、黄色が弱い赤属性をですね、青で保管してやるっていう形が取れるんで、めちゃめちゃ色の相性はいいです。しかも、紫のね、まあ、アビリティ要因かつ選出もできちゃうっていうこのスーパーベジットくんなんですけれども、まあ青の弱い緑属性を紫で保管するっていう感じでね、この青キーと青村のね、このなんて言うんですか、色相性をしっかり保管取れてるっていうのはマジでスパサエグくなったなっていう風に思います。しかも情報によるとですね、この、ウルトラスーパーベジットくんがなんと踏ん張り持っているっていうことで、スパサの超火力に受け枠が追加されるっていう風に考えると、ガチでスパサ環境トップレベルなんじゃないかなっていうぐらいに本当にやばい編成になってくれるんじゃないかなと今のところは思っています。はい、こんな感じですね、本当に。まあこれもですね、選出するキャラクターがほとんど合体戦士プラスリーダーの、バーダックなんで、普通にまあここに、ベジットさせてやったりっていうのも全然ありだと思います。はい、めちゃめちゃ強いよこの3体の編成。うん、かなりね硬い3枚になってくるんじゃないかなと思いますので、でそもそもね、このウルゴジとウルトラベジットの相性が性能的にもめちゃめちゃいいと思っているんで、はい、とにかく合体で使うにしろスパサで使うにしろ、このね2体はもう環境トップの組み合わせになってくるんじゃないかなというふうに思っております。はい、でまたね別の動画でも紹介しようと思うんですけれども、ベジットのねフラグメントについてですね、フラグメントがちょっと今のところ難しいんですが、まあこれはつけていいんじゃないかなって思いますね。やっぱりユニークフラグメント、魔人ブ編につけられるやつ絶対つけていいと思います。はい、めちゃめちゃ強いんでね。で結構なんか打撃押しみたいな、防御タイプですけれども打撃押しみたいなテキストだった風にも捉えられるんで、カウンターがなんか打撃のね
なんか扱いになってるみたいな。プラス、ヒダメージアップのアーツカードを打撃で持っているというわけで、はい。まあ結構打撃意識されてるんかなって思うんで、非常に相性はいいと思います。はい。で、こちらも強いと思いますね。さあ、来いよ、神様。これ見てもらったらわかるんですけれども、打光のね、マックス 35% 上げつけられるということで、バチコリね、めちゃめちゃ捨て上げてくれるんで、超おすすめだったりします。はい。そんな感じですね。で、純粋合体で使うんだったら、これも超おすすめ。よっしゃーですね。うん。まあ、イニシエの合体戦士の、まあ、フラグメントでございますけれども、合体戦士のバトルメンバー1人につき、基礎なしのね、打光をマックス 5% 上げてくれるということで、こちら非常に強力なんで、まあ、身勝手、さっき紹介した編成とかだと、まあ、ちょっとつける価値減ってくるけれども、普通にありだと思います。まあ、あとは純粋にここら辺のサイヤ人同士の戦いとか、あ、これですね。で、そんなところかな。あの、そうか、スーパーサイヤ人のベジットの絵柄のやつはつけられないのかな。はい。まあ、それはいいとしてですね。まあ、ここら辺3枚は結構硬くなってくるんじゃないかなと思いますんで、はい。ぜひ厳選してもらえたらなというふうに思います。はい。あ、つけられるわ。そうだ。紹介したかったのが、そうだ、スーパーベジットじゃないからね、今使ってるの。これ、教えてやるよ。これもめちゃめちゃ強いです。合体戦士のスーパーサイヤ人につけられる、こちらのね、やつになってますね。必殺用ダメージアップっていうスロットがあるんですけれども、こちらもね、ベジットめちゃめちゃ必殺強かったですよね。はい。気力回復しつつ、プラス、なんかリロードするみたいな能力だったと思うんで、必殺もバチクソ強いんで。で、打光もしっかり上げて上げて、体力積みも僕の大好きなアビリティですね。クソ強いんで。はい。これもかなり厳選必須級になってくるんじゃないかなと思いますね。なんで、まあ、さっきのサイヤ人同士の戦い省いて、今のね、教えてやるよをつけてあげるっていうのが多分かなり熱いんじゃないかなと思いますので、はい。ガッツしね、厳選動画、ユニフラワー撮ってきたんでね。はい。またね、どっかで投稿しようと思いますが、はい。ぜひ厳選してみてくださいって感じですね。はい。ということで、今回はですね、合体戦士新しいウルトラスーパーベジットガチで嬉しい、うん、来てくれるというわけで、いろんなね、編成プラスフラグメントについての解説をしていきました。はい。まあ、またね、登場して使ってみて、いろんなね、編成思いついたり、フラグメント強いなっていうのあったりしたら、ちょっともう神々で申し訳ないけれども、はい、紹介していこうと思いますんでね、ぜひとも、応援よろしくお願いしますということで、お疲れ様でした。